こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。今見ていただいている映像は北陸本線香川温泉駅を通過する貨物列車です。 EF510 が走っているんですけれども、EF81 とね510ばっかりになってしまいました。510の方がもうなんか圧倒的に多くなってきたような感じなんですよね。で今回はね、1983年12月24日クリスマスですね、この日に移した、北陸本線なんですけれども、栗原と伊豆杉の間に栗原峠っていう栗原トンネルがあるんですけれども、そのトンネルの出たところら辺ともうちょっと伊豆杉の駅の方へ行ったところで映した映像をお送りしたいと思います。まあ当時ね、485系の特急が主に走ってたんですけれども、まあ臨時列車もね結構走ってましたね。ちょっと列車番号もわからないんですけど、あ、これは EF81 ですね。これね今日っていうかね、2014年の、9月29日に移したんですけど、全然コンテナ乗ってないんですね。ほんと回送状態というか、回送じゃないんですけど、まあ空車で走ってるような空に出してるような感じなんですね。でこれは、1983年12月24日、早速やってきたのは14系の客車なんですけど、これ臨時列車みたいで全然わからないんですね。でちょっとね露出もこれ白くなってしまって、これマニュアルで露出マニュアルで合わせて映してるんで昔のビデオなんでね。でこれはね9両編成の米原行き、富山発米原行きの普通列車です。9両編成って今ではねもう信じられない編成ですね。でヘッドライトも大きいのとちっちゃいのがあって、まあ詳しい人がね何番が大きいのとかね知ってるみたいなんですけど、次は EF81 の、上り貨物列車です。このカーブした先トンネルになってるんですけれども、これは富山県なんですが、あのトンネルの向こうは石川県になっています。一番後ろ、ちゃんと緩急車がついて、当時ねコンテナはああいう緑の黄緑色をしていたんですね。次反対方向から来たのは、雷鳥7号大阪発富山行きの雷鳥です。これは食堂車がつながった編成ですね。キノコ型クーラーの食堂車ということで、今はトワイライトエクスプレスの食堂車に変身してるのかなっていうところなんですけど、で反対側から来たのは新潟からの北越2号です。今も北越っていうのは走ってるんですけれども、まあ当時はこのような列車でした。次がねまたわからないのに来たんですよ。お座敷列車の臨時列車です。なんかこの当時これ臨時って言ってもね、なんか定期で走ってたような感じ。これ乗降ドアがね片っぽしかないんですね、車両の。あんな風に改造されたんですよね。で次はまたまた EF81 牽引の上り貨物列車です。当時のね貨物っていうか本当バラエティに富んでますよね。今はもうコンテナばっかりになってしまったんですけれども、当時はこのような、貨物が走っていました。あの右の方に道路が見えるんですけど、あれは国道8号です。次やってきたのは荷物列車でね、これは時刻表に載ってたんでね時間とか列車番号分かったんですけれども、81牽引の荷物ということです。次は富山発米原行き、
これも結構長距離の普通列車ですね。次は大阪発青森行きの白鳥3号、485系の300番台が先頭車につながっていましたね。後ろも300番台じゃなかったかと思います。ちょっとね音声が途切れ途切れで、申し訳ないんですけれども、次これね EF70 と81なんですけど、パンタグラフがね前と後ろに上がってて、まあこういう風な70は糸魚川寄りのパンタを上げて、80は後ろ側のパンタを上げるっていうような風に走っていました。これ場所変わりましてね、ちょっとあのイスリギの駅の方へ来たんですけれども、今はこの線路の横に新幹線ができています。あの左側の道路国道8号なんですけれども、今はねあの道路、県道になってし、国道400何号かななってしまったのかな。次はこれも魚津発の米原行きですね。結構米原行きっていうのが多かったんですけど、これは EF81 牽引の貨物です。今国道8号がね、バイパスできてここではないんですよね。次が富山行き雷鳥13号、これも食堂車つながってるみたいですね。後ろは300台、前はボンネット。次は1500番台ですね。白鳥です。青森4時50分に発車する大阪行き白鳥2号ですね。次は、新潟行きの雷鳥15号になります。これも前がボンネット、後ろは200番台の、先頭車がつながっています。次は富山発小松行き普通列車、次は富山発大阪行き雷鳥24号、これボンネットで後ろもボンネットだったように、そうですね、後ろもボンネットですね。次が白山1号上野からの列車です。これね石川県12月24日ってね、これ1983年ですけど、雪がねこんな状態であんまりやっぱりないんですよね。1月になってからドカッと降ったりするんですけど、この次の日ね結構雪になりました。それでは、こちらの映像なんですけれども、これは2010年、7月なんですけれども、同じ場所で、撮った映像です。撮った写真なんですけどね、向こうに写っているのは特急白鷹なんですが、手前鉄筋がいっぱい見えるんですけれども、これが北陸新幹線、作ってる時でした。2010年ですからもう、何年か前ですね。で、もう今はすっかり出来上がって試運転している状態です。
それではこの写真を最後にお別れしたいと思います。さようなら。